今日のテーマ、うん、ね。寝れば全てが治る。寝れば全てが治るよ、ね、寝れば全てが治るさみたいな感じ。はい、もうちょっといたわろうよ。いたわろうよ。ね。ね。満身が創痍してるんですよ、こっちは。ね。うん、ね。そうだね。もう疲労が困憊してる状態で、うん、さらに振り絞って、玉ひば収録してるんですよ。はい、ね。ちょっと乗ってこいや。乗ってるよ、乗りよ。いらん乗りはいらないんだよ。いらないところに乗らなくていい。今、本題に乗ろうよ。はい、ね、本題に乗る。はい、ね。寝れば全てが治る。うん、これどうすか？いや、本当にその通りだと思います。いや、身も蓋もねえ、もう終わりじゃねえか、それでもう終わりじゃねえか、もうこのテーマ。ね。どうすかって言われても。どうすかって言われても、それしか言いようがねえよね。確かにその通りよねって。あなたは、身をもって体験したよね。いや、本当だよ。身をもって体験するんだよ。このね、寝れば全てが治るっていうのは、フロイトが言ってるね。フロイトが言ってる。基本的に、病気って、寝たら治るんよ。こう人間の、その力、半端ないよ、これ。いや半端ないよ、これ。寝たら治るんよ。いや、ほとんどの病気が寝たら治るんよ。だから、病院で入院するやん。何をするかっつったら、とにかく寝かせるんよ。いや、そうだね。そうそう、だからなんかさ、そこら辺でエクササイズとかやらせない、絶対に。やらせないよ。ね。とにかくベッドの上にいてくださいって。ベッドの上にいたらゴロ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 してるやん。ね。ゴロゴロ。退屈やな、退屈やな、ゴロゴロして、寝転がってるから。いつの間にか気を失うんやん。って。ね。暇やな、暇やなとか言いながらも、気を失う時間長いん結構。それ治るんよ、そしたら。だから、皆さんで有名なところで言えば、プラシーボ効果っていうのがある。はい。ね。これ、偽薬。はい。いわゆる、その薬を開発するときに、その、本当に薬の効果なのか、それともその、思い込みの力で治るのか、はいはい。ね。こう、思い込みの力で3、4割治るんよ、これ。ね。だから、この3、4割のプラシーボ超えないと、新薬承認されないね。わかる？例えば、新しい薬を、効果が3、4割以上ないと、そうそう、その、偽の薬と何ら変わりがないわけやからさ、ね、承認はされない。ね。だから人の思い込みってすごい力持ってる。ね。それと同じように、寝たら治るんよ。寝たら治るんで、寝て治るよりも効果が少なかったら、やっぱり新薬として承認されるわけ。ね、寝たら治るんやからだって、いやそれぐらい人間のこの体ってすごい作りになってるんだよ、寝ると治る、寝てるうちに全てを修復するんよ、はい、でもこれなんかイメージ的に分からんこれ、例えばさ俺らがさ、こう日々ハードワークでよ、ね、働いた、はい、そして今日は終わりみたいな、ね、そして自由みたいな、ゆっくりしていいよみたいな、はいはい、ね、ゆっくりしていいよって言われたら、やっと心からリラックスできるやん。で、のんびりするやん。もちろん自分の好きなことやってもいいし、何やってもいい自由やから。ね。そしたら、休まるんよ。ね。気が休まるってこと？そう、ゆっくりできるんよ。で、ゆっくりできたらどうなるかって言ったら、英気を養えるやん。また明日も頑張ろうみたいな感じになるやん。体も全く同じ状態なんよね。体って、声が聞こえないから、自分はわからないけど、もうずーっと動いてんのよ。そうだね。ずっと働いてんのよ。ね。自分が、その、意識する、意識しない関係なく、ずっと自分のために働いてくれとんのよ。だから、ハードワークな日々。ね。で、自分の意識がなくなるやん。寝るっていうことは意識がなくなる。っていうか、その体に意識がいかなくなる。と、初めて体ってゆっくりできるんよ。はい。ね、いわゆる俺らで言う休息。そうすると、体は自分で自分のやりたいことができる。あ、ここはちょっと悪くなってるから直しとこう、みたいな。あ、ここちょっと、なんかほら、服で言えばさ、ちょっとここ破けてるからちょっと繕っとこう、みたいな感じでできるわけよ。だから寝るってすごいことなんよ。っていうことは逆に言うとどういうことかって言ったら、うん、ね、不安を抱えてるとき。はい。ね。うん、あるいはなんか感情が揺れ動いてるとき。うん、寝れなくなるんや。寝れなくなるね。寝れなくなるんや。うん、で寝れなくなるとどうなるのかって言ったら、ますます悪くなるんや。うん。なもう、やつれるんや。うん、うん。やつれ墓村みたいな。ね。やつれ墓村みたいな感じでね。空耳だから2回言いましたね。ほんでそれが悪循環になっていくのね。うん、寝ないと治らないから、うん、寝れないっていうこと自体が、うん、もう不調の原因のナンバー1なんよ。うん、これなんか感覚的に分かりませんか？分かりますね。今回あなたはっきり分かったでしょ？で寝ないとって思うと余計に眠れなくなるんよ。またそれがストレスになるよね。うん、そうそうストレスになってまた眠れなくなるみたいなね、悪循環になってしまうね。うん、だから、こういう話するとどうかと思いますけど、体の不調を訴える、うん、ね、訴える人って、うん、まあ心に不安抱えてることが多いのすごく、うん、ね、だからお医者さんってどういう処方するかっつったら、うん、安定剤処方するのまず。はい、安定剤と睡眠導入剤処方するの。うん、これで様子見るのまず。うん、そして寝たら治った。うん、ね、寝たら治るから。はい、で寝たら治るんだったら、うん、特に強い薬出さなくていいじゃん。うん、うん、ね、寝て治るんやったら。うん、ね、で今まさにあなたがそんな状態。はい、ね、あなたが処方されたのは安定剤と睡眠導入剤でしょ。うん、もうこれでバッチリ効いてるわけよ。うん、何が効いてるかって言ったら、うん、寝たということが効いてるわけよ。ね、薬が効いてるんじゃないのよ。寝たから治ったんよ。そうだね。そう。だから寝るってすごく大事なんよ。うん、うん、ね。まあ、たまちゃんは、うん、その、フリーになる前にさ、うん、まあ、1日30分とか1時間半とかしか寝ないで、わーって、馬車馬のようにやりましたけど、うん、ね。まあ、人生でそういう時必要なのかもしれませんけど、うん、あれ続けてたら、早死にする。うん、いや、そうと思う。あれ続けたら早死にするんよ。うん、確かにそうだと思う。ね。うん、だから、寝れなくなったら、あ、なんか体が不調だなって思ってください。うん、ね、最近なんか寝つきが悪くてっていう場合は、うん、あ、体がどっか不調のサイン出してるなって思ってください。うん、もう密接にリンクしてる。体の不調と睡眠は。うん、だから健康の時もぐっすり寝れるの。そうだね。ぐっすり寝れるの。その、寝つきがいいとか悪いとかもあるけど、もう本当に、深く眠れるっていう。そうそう、ガーンと入れるの。うん、いや、本当に健康な時って、うん、周りがどんなに明るかろうが、うん、どんなにどんちゃん騒ぎしてようが、うん、寝れるんよ。寝れるのよ。関係なく。はい、ところが不調になってくると、ちょっとした物音が気になるんよ。うん、ちょっとした光が気になるんよ。うん、そして気になって眠れなくなるんよ。はいはい。これ不調の時。あ、そうか。はい。もう快調の時は、うん、どんな状況でも全然関係なく、うん、まるでのび太くんのように寝れます。本当に。まあでも、のび太くんよりすごいひばりくんっていうのがいます。ね、ひばりくんすごい。0.5 秒で寝れる。ね、すごい人がいるんですけど。寝ると成長ホルモンが出るんだってね。そうそう。成長ホルモンって、うん、なんちゅうのかな。まあ、もちろん成長ホルモン出るんですけど、うん、やっぱ修復する物質が出てくるのよ。修復する働きがあるんだって。働きがあるの。成長ホルモン。そうそう。うん。だからそれが、ね、出るようしっかり出ればその修復できて。だから寝た後すっきりするんよ。そうだね。そりゃそうよね。体がメンテナンスされてんだから。うん、で寝ても全然すっきりしない時。うん。歯の疲れが取れてねーとかさ。うん。なんか全然もう朝みたいな時は寝れてないよ。うんうんうん。寝れてないのよ。はい。基本ぐっすり寝たら。翌朝目覚めはすっきりなんよ。うん、これが普通。いやだって朝起きた時の方が疲れてるっていうことね、結構あるもんね。それって多分さ、俺らだけじゃなくて、うん、リスナーの皆さんも体験したことあるんじゃねえかなと思うんですよね。うん、なんかもう寝て疲れたみたいな、うん、ね、寝疲れとか言ったりする。そういう時は、うん、体がちょっとこう健康とはちょっと違う。ちょっと気をつけてモードみたいになってる。うん、そうだね。はい、だから寝れなくなったらやべえみたいな、ことを思っとくと、うん、はい、体の不調は早い段階でキャッチできる。うん、そうだね。で、私結局その病院に行ったのはそのね、背中が痛くて病院に行くことになったんだけど、うん、その眠れないっていう状態の時に行ってもいいんだなっていう、ね、いや本当にそうなの、実はそう、実はなんか、うん、最近寝つきが悪いなとか、うん、なんか寝れんなっていう時は、うん、もう病院に行くっていうのも一つの手よ。手だね。手よ、うん、ね。いや私が行ったのは循環器のあるまあ、結構ちょっと地区のね大きめの病院というか、はい、はい、だったんだけど、うん、結局内科で見てもらえば、うん、そういうのって全部チェックできるね、うん、そのなんていうの血液検査とかね、であとそういう寝れないとかいうのも、うん、その内科で見てもらえばいいっていうのが分かったので、うん、うん、もしねなんかね、寝れんなみたいな、うん、最近全然眠り浅いよね、うん、うん、でも眠りぐらいで病院に行くなんてって思う人いるかもしれませんけど、ね、もう眠りが浅いとか、うん、ね、もう朝起きた時疲れてるっていうのは、うん、明らかな体の不調なんで、うん、ね、薬の力を頼りて大いにありだと思います。うん、薬って連用するから、ちょっといけないわけで、ね、短期間に力借りるっていうのが、もう薬との上手な付き合い方。うん、ね、もうそういう時に薬は、もう、すごい強力な力で、助けてくれます。うん、ね。あなたそれ実感したでしょ？いや、本当に、薬を敵視しちゃいかんと思う。いや、本当それ。だから、否定の心が全てをおかしくしていくんよ。ああ、そうだね。ね。こだわりとかね。薬は敵だとかさ。うん、そういうことを思ってるからおかしくなるんだよ。うん、ね。薬がおかしくしてるんじゃないよ。うん、自分の否定する心がおかしくするんだよ。抗がん剤とかだってそうよ。うん、まあ、抗がん剤もいろいろあるやん。いろいろその、考えや意見とかあるし、ね。まあ、それは置いといて、うん、ね。抗がん剤で、その、癌を克服した人もいっぱいおるわけよ。そうだね。ね。うん、でも抗がん剤で命を縮めてしまった人もいっぱいおるわけよ。で、今その研究がずっと進められてんの。うん、医学の世界で、うん、その心と体の関係って結構ね、うん、今掘り下げられてんのよ。昔は体だけ心だけやったんよ。だからその精神科とかと内科とかというのは離れとったわけよね。うん、でも今もう心療内科とかできてるからね。そうだよね。うん、もうその心と体って切り離せんのよね。でもっと言えば自分のその考え方とか思考パターンとか思い込みとかいう力がその薬の効きをコントロールしてるっていうのが分かってきたんで、今その分野の医学って、めっちゃ発達してるんだよ。だからね、その医学で分かったことは、敵視したら敵になるっていうことが分かった。やっぱこれ敵だと思ったら敵になるんよ。いや、本当にね、アメリカとかイギリスとか本当に面白いっていうか、すごい研究やってんのよ。これは体にとてもいい水ですみたいな。ただの水よ。ただの水。ね。もうめちゃくちゃ体に冷健新たかな水です。まあ、そのさ、ヨーロッパで冷健新たかって言うかどうか知らんけど、ね、そういう感じ。と、これは健康に良くない水ですみたいな。でももうこれしかないんですみたいな。これしか用意できませんみたいな。同じ水よどっちも。でも冷健新たかな方を飲むとどんどん体が元気になってくる。でもその体にとって良くないんですみたいな水を飲んでると同じ水なのにどんどん悪くなってくんよ。心と体ってめっちゃつながってんのよ。いや、本当そうだと思う。それはもう実感しましたね。実感したやろ。なんかイライラしたりとか、うん、もうそんなのが結局、まあ、眠れないとかの不調にどんどん変わっていって、うん、で眠れないからまた今度イライラしてみたいな感じで、うん、本と密接つながってるなって、ね、そうよね。だってほらがんになった人がよく言うやん、がんサバイバーの人たちが、ね、そのがんに感謝したら、治ったんだってよく話するじゃん、西本とかもそうやったやん。そうだね。ね、でもそのがんは敵だ、がんは敵だって思ってると、やっぱりそのがんは体を攻撃していく。だからまだまだその心と体、解明されてない部分ってその多々あってね、その体って自分たちが思ってるよりも、もっとずっとすごい力を持ってる、そしてその寝るっていうこと、ね、睡眠っていうのがものすごい力を持ってるっていうのも、まだまだ研究始まったばっかり。だからそのまあ快眠ってよく言ったりするやん、だからほら人ってさ、その寝具にこだわるやん。はいはい、ね、本当に健康やったら、寝具関係ないよ。いや本当そうだね、関係ないよ本当に健康やったら。うん、枕が悪いからとかじゃないね。じゃ全然違うよ、実はそうなんよ。でも普通の人そうやって思うやん、だって俺も思うよ、枕変えようみたいな。違うよ、健康やったら枕とかなくても畳の上だろうが板間でも全然寝れるんよ、健康やったら。しかも朝起きてすっきりして、朝起きてもすっきりするんよね。やけどやっぱどこかに不調を抱えたりすると、なんかおかしいなみたいなことになる。枕がなんか合わないとかさ、なんかマットがやわすぎてとかさ、硬すぎてとかさ、なんか暑くてとか寒くてとかなるわけよ。ね、本当に健康やったらどんな状態でも寝れるって、どんな状態でも寝れる時に、あ、本来の自分の体の働きをしてるんだって思ってください。いや本当そうだ。はい、今回の寝れば全てが治るいかがでしたか？めっちゃ同意します。はい、まああなたはね、貴重な経験できたわけですからね、今回ね。でもこれ本当貴重な経験だと思う。このね経験しなかったらね。みんながこう不調な時に分かんないと思うよね。そうよね、あ、そうなんみたいな感じだと思うけど、あ、それ分かるっていう、もう本当に心から思えるから、本当貴重な経験をさせてもらいました。よく寝れてないっていう状態がもう体からのサインだと、ね、分かっただけでも、これすごいことやと思うよ、ね。というわけで皆さんもね、健康で、ね、0.5 秒でひばりのように寝れる、ね、ぐっすり生活送ってもらえたらと思います。というわけで今回はこの辺で。それでは皆さんも素敵な一日をお過ごしください。次の配信までごきげんよう。さよなら。たまチャンネルをご覧の皆さん、いつも応援していただき本当にありがとうございます。これからもたくさんの笑いと学びと感動をお届けしていきますので、気に入っていただけたらいいねとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。